こんにちは。こんにちは。RG ジャパンのヒロノです。木島です。で、今回もやっていきますか。やりますか。各グローブの違いだったりとか詳細をまた解説していきたいと思います。ちょっと前回脱線しまくったんで時間が何時間1時間半ぐらいライブ配信でなったんで皆さんも来てくれたからですね。今回ちょっと短めに詳細のまたあれは出すんでしょ。このもうちょっと細かいやつで、うん、まあ私たちがこう解説しながらでコメント欄に、ね、何分からこのモデルやってますよっていうのをちゃんと書いておきますん でそこに、それぞれの、まあ、細かい動画だったりっていうのも載せておきますんでぜひそちらもチェックされてください。ということでじゃあこのカタログの、ね、もしこの動画見ている人でカタログ持ってる人が見てもらったらあのね。この上から順番にいきます。ブラックからいきましょう。はい、まあ、定番ですね。もう、ね、もう定番になってしまった砂川あ、もう2年ぐらいで、あ、もうなってた砂川ブラックですね。まあこれも前のブラックはあ、そう、前のブラックとリストの部分が変わりました。アクアと一緒になってたんですが、今回ちょっとエンボス加工って言ってボコボコしてます。なんでまあなんていうのかな、まあ、ウォータープルーフの水をはじく感じと、うん、ちょっとね熱くなったのでまた後で中見せますけど、こうなんていうのかな、夏ちょっと暑い、ちょっと蒸れるね。あとこの広がりが少し出くるの、うん、ね、伸びはちょっと少ないかな。なんで分やっぱりここのフィット感というか安定感みたいなのはあります、うん、ダブルロール、ダブルロールですね。まあ、しっかりしまうし、まあ、ダブルロールちょっと新品の時ちょっと血止まるよね。そうね、これ巻きすぎるとね、なんで、まあ、ちょっと使ってったらまあ伸びてくるんで、まあ、ちょっと伸ばしながら、型はもうちょっと自分で開発してください。いい感じか。でサイズ感的にこれ9、これ9、これ9、ちょっと前回よりちっちゃい、うん、でもね、僕な8寄りの7寄りの8なんですけど、意外とそんなに余ってはないし、フィックスフィットの当たりも結構あるし、うん、全然ちょっとこれ取れないけど、こう見た時に当たった感じがするかな、うん、私が8寄りの9、手の写真もちょっと一緒に載せておきますね。で、まあ、ジャストかなという、今まで8でちょうどよかった、今ちょっときつめのちょうどよかったんですけど、ちょっと今回9がいいかなっていう感じかな。なんか指先の方がちょっとキュッてなってる、ここね、感じするね。ここで、うん、そうね、ロールフィンガーハイブリッド、ロールフィンガーカット、パームがコンタクトブラックで、雨天時も OK、 通常時も OK、 耐久性も OK、 まあ文句なしのスペック、パンチングゾーンもしっかりある。カラーが銀になったな。うん、マークがシルバー。マークがシルバーになったな。渋いよね。うん、やっぱ今プロで使ってる人は結局ブラックはビクトルは今違うね。いや違う、ブラック今持ってる人はちょいちょい実はいるっていう。やっぱプロの試合、あ、でも全然使うてるって言うたね。一緒やもんね。一応そのアクアと数字上は雨天時こっちが5、こっちが6ですけど、あのアビスパの杉山さんとか、あとは山形のビクトル選手とかに聞いたらあんま変わんないですけどね、ぐらいな、まあ、ちょっといいかな、アクアの方がぐらいなレベルだそうです。プロの選手がそんな感じなので、まあ、通常の高校生まであれば、うん、もうピッチがびちゃびちゃ濡れてるってこともほとんどないと思うんで、まあ、好きなカラーだったりデザインを選んだらいいのかなと思います。かっこいいし、ブラック渋いよねという感じですね。うん、まあ、前回のブラックと比べるとちょっとタイトになったかなという、まあ、ここがね、しっかりした感じ、うん、感じかな。いいと思います。絶対かっこいいと思う。あ、やっぱちょっと暑いね。そう、それが嫌でちょっとこっちに行って夏はこっち使いたいってわけで、ね、あるか
いましたね。さあ、じゃあ次、アクア。砂川アクア。ですね。ブラックと、もうブラックとも形はもう一緒。違いは色とパームがちょっと違うかなという。これ8か、これ8号、8号、あ、ね、8号ちょっと失礼なのか。もう僕8で指、7色の8だったんですけど、もう指がほとんどもほぼない。8よりの7だよ。8の7、普段は7、7が結構フィットしてた。ああね、そうそう、ちょっとだから小さめ、僕手は小さめで8、ちょっと8ちょっと余裕あるなぐらいな感じだったんですけど、これもほぼちょっとやっぱこれもう8じゃちょっと私はちっちゃい、小指がもう短いって、指が全部短くていいねこれ。まあアクアはやっぱもうプロでも多いもんね。いいね。うん、もうこれはもうぶっちぎりというか、まあ使うプロの選手たちがね多いっていう意味が分かります。うん、特にプロの選手が多いのはやっぱピッチが必ず濡れているっていうところで、やっぱ雨天時もいい、台風天もいい、通常時もいい、まあ安心。確かに。だからまあ雨天でも、雨天時はアクアで、晴れてる時は別のっていう人もおるね。うん、これ、なんか通せる人が、ね、通したらいいんでしょ。あ、これ通した方がいい。通すって手も、ここね。確かに。ちょっとね、おしゃれ。これなんか毎年ちょっとおしゃれになるよね。ちょっとあと強度が増してきたよね。うん、これは全然、ね、こう、グローブここ入らんけん、こっちはめて、次はめるとき。やっぱこれある。ああね。違う。確かに。前なんかこう、ほつれてたりしょ。そうそうそう。そうなんです。だからまあ、いいかな。これも使う。これも英語使うといい。固定されるけど、うん、サラサラした感じ。うん、やっぱここのネオプレーンは、ここがね、そんなに伸びない。うん、そう。ね、手を入れるとき、ちょっと特に汗かいてる夏とかは、ちょっと苦労するかなっていう。はい、また、この感じですね。これ砂川アクアです。まあ、RG のもうトップですね。絶対ラベルトップっていうか。伝説トップ。じゃあ次行きましょう。バイオニクスレッド。色が変わったんでしょ。色が変わりましたね。ストラップ、最初に出たストラップレス。そう、一番最初の RG のストラップレスの初代がもうそれ3代目かな、バイオニクスの。3代目。まだ生き残ってるという。でまあ、これの特徴はボディやもんね。そうね、ボディ、ボディずっと持つんじゃないの。これ、なんかね、やっぱここちぎれそうな感じするっちゃう。あの、堀田さんがボロパウボロボロになったやつ送ってくれ、あプレゼント企画で全然ボディ無傷やったもんね。なんでこれはね、いいです。これパームがギガグリップで、ハイブリッドロールネガっていうのかな。ここがね、やっぱクッとこう縮、この第二関節あたりぐらいからクッとこう縮まってるっていうのがね、うんうん、特徴というか。そうですね。でも縫い目中なんでネガティブカットの位置づけにやっぱりなるのかな。これも8号。これも8号。ちっちゃいなんですけども、この、今まで指これ余ってるけど、もうこの辺ぐらいからやっぱちょっときついですよね。うん、タイトだね。タイト。もうぴったりが好きな人、これめっちゃいいですね。フィックスフィットの当たり具合が半端ない。まあもう大抵ちょっと鉢折りちゃうちっちゃいな。これでパームがここまで来てるので、まあギリギリここででもちょっとなんとか滑らない。ああ、滑らない。あと投げるときにここやっぱこうちゃんと引っかかるっていうのが大事だな。なるほど。他のストラップレスとちょっとここの、ね、カッティングのこの部分とかが違う。やっぱちょっと
なんでこれをコンタクトにしないのかを疑問なだけ。いや、そうなんだ。そう、ギガグリップでなければね、全然ギガグリップはね、全然いいんやけど、このカッティングを作れるのにコンタクトにしないっていうのはちょっともったいない感もあるというか、ギガグリップのやつはちょっとパームが柔らかさがある、だから腫れの時とかいいし、柔らかいんでちょっと削れやすさもあるけど、実は削れ、ちょっと削れたぐらいがいい感じに、ね、誰かしたい、削れたぐらいが摩擦がまた出て良くなる、ね、だからちょっと長い、削れてからが長いのがちょっと RG の特徴かなっていう。ここも切れ目が入ってるんでちゃんと曲げやすいとかね、もうぴったり、そう、ね、大丈夫、うん、今リストがちょっと緩いなっていう人はこれもう取り外しの、まあ、これでリスト緩いなってあんまないと思うけどね、ここがこれもあれ違うかな、リストすごいね、バリバリ止めるのかな、バリ止めるこうこれも好き、違うな、もうコンビでやってください、基本は内側からがいいな、内側からがいいね、これでもバリ締まるよ、これ本当やね、まあ、すごい、まあ、ストラップレスはリストはちょっと不安だなっていう方はバンドで全然ピシャリいけるんで、いいね、これ本当だ、指のこのフィット感、ね、フィット感とか、うんうん、安定感がますね、このここの部分がね、うん、こういう部分こう巻いてあると余計に、ファンもちょっとここら辺、そうこうなることがね、ボールの値ってところが出る、まあ、赤もいいね、赤いいね、今回赤がね、そんなにあれだから、まあ、砂ガラスも一応まだあるっちゃあるけど、タイプ別でちょっとか熱い、熱いちょっと熱いというのがバイニックスレッド、はいはい次ジーマン、ジーマンお酒じゃないですね、わからんか、わからん、これ高校生わからん、いや、これカットするよ、そうはい、まあ、基本的に素材とかパームは全部バイオミックスと一緒ですね、うん、ちょっと僕これ使ってます、もう気に入ったので、これどんくらい使って、どんくらい初期来た時9月、7、8、2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい、ほぼ使ってる今、ローテーションしてたけど、これ今ほぼ使ってるから、試合と週3、4で、まあコーチなんでね、僕の場合はキーパーバリバリじゃないけど、やっぱ投げるんで僕ちょっと指先がね、ちょっとこうなるけど、コーチだ、そう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 、指導でね、やる、使うで、これがハイブリッドロールフラットって言って、どこがどう違うかっていうと、これ見えるんですかね、見えるがね、ここがちょっとフラットな部分で、さっきはここも折り込まれてるっていう違い、ちょっと外縫いと中縫いの違いが、これ全部見える、あとは細かいとかそれぞれの動画を見てもらったらいい、ここにね、外縫いとこう中縫いの、うん、ここがフラットってことで、ロールフラット大丈夫です、大丈夫ですね、これね、やっぱね、この当たらないのがいい、当たらない、この縫い目が、ああ、こっちは縫い込まれてるから当たる、ちょっと待ってね、でもその、あ、確かに当たるのが、あ、確かにいいっていう人がやっぱこのね、うん、前の砦もそうですけどね、ああいう感じがこう当たってこう安定させてくれるっていうのがあるんですけど、これ別にこの外になってるけどいい感じ、またこっちよりも多分ちょっと緩いとは思う、少し、ああ、少し付け根の部分とかけど、動くこうちょっと、なんていうのかな、面積もちょっとやっぱ広くなるし、うんうんうん、当たる、ね、ああ、そうそうそう、接地面がね、接地面がね、こう当たるの広くなるし、うん、僕の中でこれ今、結構フィットしてる、ああ、ジーマン推し、ジーマン推しこれ、2ヶ月使っとうけんかよ、めっちゃ入る、ちゃんと8号で多分ね、やっぱちょっと馴染んでくる、うん、馴染む、馴染んでくる、でもまあちょっと短いかな、指がね、指はちょっとそうかも、でこれもこれだけね、ここに RG のロゴが入ってこれだけよね、そうそうそう、これが一番、こっちも長い、結構ここまであるっていう、
今パンチングゾーンにここにシリコンのラバー、うん、ラバーこっちもねちょっと一応線は入っバイオリックスの線は入ってるんだけどもう全然こっちの方がしっかり入ってるんで、うん、摩擦を生むパンチングの時に摩擦を生む鱗みたいな親指が特殊なそう親指がここ ね丸いからねこうこれもある程度面積作ってくれるんやけどボール当たった時やっぱ ここが丸い方がやっぱりボール当たった時 この面積感が、ね、ちょっと違う柔らかさが出るというかなるほどなるほどそうそうこれもねやっぱね好みがあると思うのでこれタイトやねこれもタイトねこれよりは、まあ、次出てくるんでこれもちょっと多分タイトやけど、うんうん、これよりは少しタイト感はないけど、うん全然いい自分の中ではこれは欲しいこっちの方がちょっと生地伸びる使ったけど使ったけど使ったけど使用していくと伸びが伸び縮みのでどうしてもなんか伸びてちょっとっていう人はまあねこれだとこれやけどつけてもらったらまたハマるのでいい黒ですね黒オレンジ墓の色でそうだねこの黒オレンジがね、またね、本当にいいね。うん、ジーバ。このタイト系でぴったりタイプですね。です。はい、ケースジーバ。こんなんでいいとかやった。大丈夫伝わってるかな。なんかあの質問等あればコメントだったりとか、ツイッター、インスタグラムであのもうちゃんと返信しますんで、何でもお問い合わせください。じゃあ次行きましょう。アーベルさん、ブランコ。これ、もともと最初はクリスマスモデルがスタートって。アーベルサー。いや、実はアーベルサー、上陸当初入れてないけど、あったんよね。え、このアーベルサーじゃないの？あ、このアーベルサーじゃない。別のモデルですね。名前としてはね。名前としては。あったね。まあいいや。アーベルサーにあった。で、その。で、去年、うん、クリスマスモデル。スペシャルエディションでアーベルサーのストラップレスが出てからのホルスと一緒に出たやつよね。あ、そうそうそう。そうね、で後継ホルスはレギュラーホンデルやね。ホルス、こんな人。あ、そうかそうか。バイオニクス、バイオニクスやね。そうや。クリスマス。で今回なんとやっとやね、ストラップレスモデルでコンタクトホワイト。ありがたい。もう。最高。いやそうよ、だって今までやっぱりで言うて別に悪くはないけどやっぱ比べられるとさグリップって大事やからこう、まあ、通常じゃ一緒やけどそうそうそう耐久性もやっぱちょっとこちらね、うん、アームで上ですし、うん、で考えたらいやこいつが今最強ボディもだってそう、ね、EVO ですねいやアーベルスターのは、まあ EVO ゾーンボディが、うん、でバイオニクスとジーマと一緒なんですけどこれちっちゃい一番ちっちゃいこれ入んないですね、はい、私はちょっと8号入んないですのでもう全然ワンサイズで9号です8号え8号これね、俺もちっちゃい間違ってるこれ8号です、ね、でアーベルさんの特徴としてちょっと指が短い、うん、前回もそうだったいやこいつがまずなのである意味日本人向けなのかなっていうそうねだで今までじゃあ8号でよかった人はおそらくワンサイズ上げた方がしっくりちょうどくるかなという僕指短いですって人はそのままああそうね僕7円だけど7円の8ですけども手首は全然問題ないので指は逆に今ちょうどいい感じちょっと離してみたいなんでまあまあまあ全然いい感じでこれがネガティブのカットが、うん、ネガティブカットになってるんでちょっと縫い目のところのあれフィックスフィットこれまたバチバチ当たるから、うん、これ、ね、あれ言われますよねまた。キャッチングをグローブに頼るなんですね。あったね。某プロの選手。言われたね。グローブに頼る。
ってんじゃないのって言われたらしいですね。でもやっぱまあグローブ、いやでもね、やっぱボールとかもやっぱ進化してくるし、うん、でキャッチが難しくなってくるからこそテクニックもそうだけど、それに合わせた道具っていう意味ではこの質が上がっていくっていうことはやっぱり大事だと思う。大事、大事。ただ特にジュニア年代とか、まあそうそう、某元プロからコーチになられた方から、あんまりいいグローブ作りすぎてんじゃねえよってキャッチがおろそかに なんだろうなって。確かに、だからやっぱキャッチの技術があってからのギアとかツールがあるんで、まあ、やっぱりまずは自分のキャッチってものをねしっかり磨くと。かつ、いい相棒。だからこのキャッチしてるときにこうフィックスヒットの当たりとかがこうなんていうのかな、ちゃんとこう自分の指の腹でちゃんと捉えてるとか、なんかずれてるけど捉えるときってやっぱあるので、うん、そういうのはこう感じてもらったら、逆に感じやすいかなって気もする。フィックスヒットが中にあるからずれてるとかがね、こうあちょっと今捉えたけどみたいなとか分かると思うから、そういうのもねぜひ感じてもらえたらいいかな。全然アビエさんの話してない。してないじゃん。でこれの、カッティングの違いね。これ見えますかね。ちょっとここのここね、ここの部分が出てきた感じよね。こっち、うんうん、全部ここ出てきてる感じ。布がここまで、ここで縫い込まれてる。そう、でこいつはやっぱここから切り返しあるけど、まあ基本的にストレート、ストレートで。バイオニクスはここは全部塗ってるけど、ここ絞り目、うんうん、だからやっぱこう指に対するタイト感というかは出てくるのかな、うん、だからちょっとずつ違う、ちょっとずつ違うね、うん、だからこっち多分指先がちょっと長い、ね、長くて詰まった感じ、キュッてなった感じで、これちょっとやっぱ緩いというか広く感じると、うんうん、セカンド、中指関節から中指から根元まで、これはストレートだ。まあ、全体的にアーベルさんがちょっと一番緩い感じじゃない、指先、これちょっとサイズが合わんみたいな、はい、指先、あそうね、なんかこっちの方がキュッて、こっちの方がそれぞれキュッてなると思うね。この根元のところとかも含めて多分だからストレートからそうね、一番多分のはこれアイミックスか、その次こう、まあそうね、こういう順番で多分この指のこの締め付け感っていうのは違うかな。あとここがね、えらはっきりした感じのものになってるの、ね、他のより。ここに分厚さがあるかちょっとそこまでね、うん、その砂がとか比べるとないけど、まあ、しっかりとパンチングゾーンであるんで、そう、ね、摩擦、このボコボコした下にもラバーがあるんで、そうそう、シリコンかな、うん、これでここの、ここは一緒なんだね、この、この白い部分とここは多分ここ同じような感じになる。なんで、まあストラップレスでつけたいけどめちゃめちゃぴったりタイトなやつはちょっと苦手だなっていう方はいいかもね。そう、うん、でもタイトはタイトよね。そう、ここがね固定はしてくれる、手首をしっかり、それがでかい。で一応このこれ必要ないと思うけどな、こんだけあれだったら。まさにも手首の太さ、あまでも手首太い人入らないね。金山さんね入らんね。あの岡山のね、金山選手はストラップレスタイプ全部手が入らない。彼はここが太いので、今まで RG 使うまではいつもここから壊れてたっていうぐらい。ああ、それか、ここ太すぎるから、ここから壊れてたっていうぐらいなんで、もうストラップレスはもう入らないですってことで、諦めております。いい香りが。これはもう、とりあえず今のところそのボディもいい、パームもいい、そうね、こんなにも多く出してる。デザインもね、これデザイン良くない？いや、デザインいい。あとね、スパイクでこう合うやつそうあるあるんです。あ、それぞれあるんだけどね。確かに、ね、某メーカー某あ、でもメーカーこれとこれ某メーカー一緒ね、確かで、これはあの、大手ね、素晴らしい。これもこれなんか、全部それぞれあるそうね。そういうの見つけてあのツイートしてる方ちょこちょこいらっしゃるので、ね、こっちも面白いです、はい、あ、そこみたいな、ね、いい組み合わせですよね。ぜひ、はい、次行きますか、はい、ツアリス、これね、今までのツアリスを覆
して。いやだってツアリスじゃないもん、まあ、名前、うん、前回のツアリスも実はフィット感っていうかはめた感じが一番良かったよね。あれはよかったね、柔らかくてギガか、ギガグリップ、うん、ギガやったね。あと試着ができない分伝わりにくい、伝わりにくい、あれよかった。やっぱただ今回のツアリスちょっとね正直舐めてったそのスペックだけで言うとほぼスナガと一緒なスペック、はいはいはい、あのカッティングのカッティングもほぼ一緒、ちょっと指のこの先のところのちょっと縫い目が、そうそうそう、まあちょっとね膨らみが、ね、あ本当だ広いね、だけ接地面が少しやっぱり上がってるのと、あと人差し指 の, この縫い込みスタートが、はい、アクアの方が根元からで、ね、ちょっとこっちツアリスの方が、これイメージはちょっとハッカ、ハカ、ああハカとかのにちょっと近いかなとは思う。こ、うん、のリンクもそうね、うん、あと小指は小指もそうやね、うん、こっちは根元に近い、うん、小指がね、こっちは、まあ、全部の指そうですね、で舐めてた、同じだろどうせ砂川の方がいいんだろう、え、フィンガーセーブ入ってるっていう特徴ぐらいかなみたいな。これと出しやすくなってるね、これ。あ、もうこれありがたい。もう前回のアスプロも大変やった。どこにあるか分からん、ね、今回あの結構スッと抜き出せる、入れれるんでいいと思いますし、まああの親指だけ入れるとかね。うん、小指だけ。小指だけとか。特にジュニア年代とか女性の方とか、うん、そういうのありかもしれないですし、これ。いいよね。これはね、ちょっとね、これもなんかね、ちょっとね、もうちょっと多分使ったら広がってくる。ああ、確かに。これ、生地はネオプレーンで、あの砂がと一緒。ただこっちエンボス加工がない。で、パームがコンタクトレッドです。なので、スペックはコンタクトブラック、ホワイトも一緒。で、ロールフィンガー。ハイブリッドロールか、ハイブリッドロール。あとダブルロールなんで、もうあとほとんどスペックは、なんかね、やっぱ この後ろの厚みがあるっていうのはやっぱね、大事だね。やっぱ安定感が増す、ね、安定感が増すよね。やっぱ全体的な生地感の厚さは感じる。親指もちょっとね、太いね。そう、太い、 OK が太く見える。確かに太い、太く見える。こちらでパンチングアシストもしっかりある。この厚みはね、指の後ろもちょっとなんか生地感が張ってあるんでいいし、フィット感も優しめの包み込む感じ。いやこれいい、これいい。柔らかさもあるし、あとこれさ、これだけかな。カラーはあのブラジルのサンパウロとか、あっち系のカラーにどうしても見えてる。あっち系好きな人はいいんじゃないって勝手に思ってるけど、このなんかこう絶妙なバランスのカラーがね、うん、いいよね、かっこいいよね。だからなんかこうちょっとこう黒が入ってね、うん、じゃあベストマッチするスパイクあるし、うん、パンも巻いてるし、いやこれいいなぁ。なんでまあしっかりした感じのグローブが好きな人、生地感がね、で柔らかさもある、軽くて弱くてで前の砦みたいな感じな人はちょっとこれちょっと系統は違う。違うね、昔のアスコレ。あー確かにそうやね、安心感ある、安定感ある、で柔らかさがある、でなんとファンはコンタクトレッド、何の文句もない。これね、アンプレオッシュしたやつなんだ。まだ洗い切れてないかな。一回だけ、プレオッシュもやっぱ一回だけじゃ使ってくる。やっぱ使って洗って使って洗ってを 4,5 回、うん、ぐらいになったぐらいが多分一番ベストな状態になるので、ね、新品買って洗って翌日試合とかちょっとやめた方がいいかもね、うん、2回ぐらい、最低でも2回は使ってほしいかな、うん、あとね、やっぱ広がるよね。あね、その余裕があるっていうのも、手も入れやすかったな。そう、はい、こっちよりはね、うん、いやこれはいいです。でもやっぱネオプレーンやけ、そんなにめっちゃ伸びるかっていうのはそうでもない、うん、
という感じですね。ちょっとね、ツアニス人気はちょっと今出てきてる。いや、これはね、マジでね、いいと思う。プロ選手にもね、ちょっとまあ送ったら、そうそう、これ良くないですかって言って、多分あの試合とか。やっぱね、プロとか強いシュートが来る、まあ、来れば来るほど、やっぱね、このここの安定感ってちょっと大事なんじゃないかなと。やっぱヨーロッパの人ってやっぱ手とかもやっぱ大きいしね、安定しとけばこういうのがどんどん流行ってくるけど、やっぱこう、ちょっとバックボディのところがね、ある程度日本人の場合はこう、ここが薄い人が多いけ、なるべくこっちの方が良かったりもする時もあるよね。だから投げやすいとか掴みやすいやっぱこっちの方がね、動く分ね、いけるけど、ちょっとやっぱ強いシュートを受けることが多い、まあ、こっちの方がちょっと安定感ありますねと思うね。というツアリス。はい、ツアリスでした。次2つ。そう、今回ちょっとね、コロナウイルスの影響でモデル数もちょっと減ってると。そうね、4つぐらい減ったのかな。そう、13モデルぐらい。ミドルモデルが1個しかないけど、あとまあまだ来てない取り出もあるけどね。あー、確かに出せないんでね。それでとりあえず、サムライということで、サムライは3代目 ?3代目。もうサムライの感じもなくなってしまいました。残念。これなんでこのサムライしたんだろうね。いや、これ多分俺ね、アスプロと思うよね。サムライ真っ白になって、まあ、シンプルなデザインで。で、サムライだけリストが、ああ、そうね。ここね。ここね。あの昔のゴムのやってるんで、めちゃめちゃ手は入れやすい。これも伸縮性があるので、ここが縫われてるという感じで、なのでこれ8号だけども余裕で入れていけるけど、ちょっとやっぱちっちゃい。やっぱサムライもちょっとちっちゃくなったな。で、サムライの課金がセミロールフィンガーって言って、これね、結局さっきのこれは第一関節寄りから切り返しっていうか、ここの切り返しがあって、これはこれも第一か、なんかこう第二となんかちょうど間ぐらいだよね、なんかその切り返しが。だけどこういう曲げ方に対してやっぱこう曲げやすさというか、なんかここに力が入るようには なってるなとは思う。よりね、ここのそう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 、第1と第2の間ぐらいからフラッと、そうそうそう、接地面も広い、こんな感じ、なんかつけた感じ、ちょっと指を筒状に包んでる感じっていうか、ここ、ね、確かに、だからこれいいよね、このフィット感。で、根元は曲げやすい、動かしやすいっていう、邪魔にならないきつさというかね。これサムライね、うん、そう。これもコンタクトホワイトです。これパンチングゾーンにゴムとかラバーついてないですね、うん、ちょっと分厚さがある、ね、珍しいよね、ついてない。これね、ボディが分厚いけどつけてないんだよ、多分この生地が分厚い。だけどラビもベリーファントって言うと思う、ね、ファント、分厚い、厚い言うたね。そうね、確かに。これいいのよ、これ。これでも下はあれ、前のアクラの前が、あ、ブラックと、そう、ブラックと同じ。あ、生地が違うよ。ホワイトジャガードメッシュよね。あの、アスプロと一緒。やっぱアスプロだね。うん、アスプロ。なんかアスプロって白っていう意味なんで、これはアスプロなんですけど、サムライですね。名前はそう。いや、でも全然、いや、これ。いや、これ使いやすいね。これね、また違うんだよね。だからね、何がいいかって、本当に、相手によって変えるか。対戦相手によって変えるか。そんな感じでも。うん。あ、やっぱこれも安定の使いやすさやな。柔らかさ、フィット感。サムライはでも昔から、いい感じ。ツアリスと比べると、ちょっとキュッてなってるね、指先。うん、ここまで。キュッてなった。で、こっちは包み込むフィット感だとしたら、これもうちょいタイトでキュッとしてる。で、けど手の指の根元は曲げやすい。邪魔になってない。で、しっかりした生地感。そう。
サムライもね、あのもうプロの選手で声使うっていう人もね、やっぱこっちとこっちの間ぐらいの厚さかな。あー、確かに言ったらフィット感もちょっとそれ、ここはでもそれぞれだね。確かにちょっと近いもんね。こう本当にこの微妙な切り込みというか縫い始めというかね、うんうん、ここ分かれ目で本当にこんなにもなんていうのかな、指に対するフィット感が変わってくるのは、うん、なかなかねこう体験できないんであれですけど。確かにね。ちょっと試着されたい方は埼玉県フットボールパークさん。ここで行く。行っていただければ。そうですね。ちょっとまあ今このご時世なんでね、なかなか難しい。なかなか親指もだから独特な巻き方だよね。こう巻いてこう巻いて、そうそう、だからこうちょうどここボールが当たるとこのヒップスフィットのがある。やっぱり一番これだけやっぱりここの理想がね、あのシームレスじゃない、ここはゴムで分かれてるので圧倒的に手が入れやすい。だからもう手太い人、分厚い人はちょっと砂場とかだと入れにくい、ストラップレスも入れにくいんで、まあ、侍はおすすめかなというところですね。でももうスペックも申し分はないので、そうね、という、はい、侍でした。でとりあえず最後ね、本当はあのカタログ上にはもう一個あるんですけど、トリネというモデルが、でこれはあのまだ出せない、今8月の時点でちょっともう画像などはちょっと表には出せない、本社から本当に怒られちゃうんで、あのカタログ持っている方だけしっかり見てもらって、これ砦じゃないよね、だいぶ変わりました。え、でもカッティングは一緒、カッティングは一緒か、まあ、ニューって言ってるから、まあ、一応ちょっと楽しみはね、もう全く違うタイプの、そうね、今までにない、 RG で今までにないタイプで、生地もそうですし、楽しみにしてます。これ9月か10月って言ってましたけど、もうちょっとお待ちください。伸びるよ。伸びる。やっぱちょっとね、ベリーバッツって。コロナバイオス。ストレンジシチュエーションって言ってたので。しょうがない。しょうがない。はい、ということで。最後。最後。トリデレプリカ。いきますか。そうですね。まあ、今回の唯一のミドルモデル。トリデのレプリカもね、うん、あ、そうやね、トリデは出てないのにレプリカ先にミドルモデルが出る、はい、でもこれミドルモデルやけど、いやこれはここのあるじゃんこれ、うん、いやこれはなぜこっちに使わなかったんでしょう。確かにこれ、いやこれだってめっちゃ伸びるし、これ実はストラップレスモデルで、今まで他のやつはないんですけど、ここがなんかちょっとゴムになってて、これが伸縮性を生んでて、そうね、はめる時もね、はめやすい、手が入れやすい、ではめた後もこいつがキュッと締まるんで、あのめっちゃいいフィット感を生むんですよ。これいいね、これね、もうミドルモデルって言っちゃうのね。しれっと1万5千円で売ってても分からないっていう、ね、中にフィックスフィットが入ってないっていうのもあるし、あとはパームもスーパーソフトなんで、うん、まあグリップ力、電磁もグリップ力、耐久性全部こっちハイモデルに比べるとやっぱちょっと劣ります。当然劣ります。ただそれは RG と比べての話で、そうね、でもカッティングがネガティブ、うん、ネガティブですね。だからクラシックネガティブか、そう、これ、まあ、これにアービルさんに近いね。そうね、けど全部が、うん、先までこう横はあるんで、縫い込みは一番先なので、うん、ね、いや、いいよ、ここの、うん、ここのこれに近いのかな、侍に近いね、この後ろはね、まあ、パージングアシストもついてはないんですが、ね、ちょっとなんか生地が張ってある。確かに。でサイズ感ちょっとこれ他のより大きいというか、これ8号でちょうどいい、これちょっと余る、余るやっぱり、なんで前までの人、4社の8はまあそうね、中指の先からこの手首の
ここまでが私が 18.345 ぐらい、そこら辺なんですよ。ここからね、ここがですね。で、8号がジャストです、私は。なので私は8寄りの9なんですけど、トリデレプリカは8でいいなという。ちょっと気になって、多分大きいな、まあ大きくても全然問題なく使えるけど、8ジャスト、僕ら7に近い、まあ、15、16、15センチぐらいかな、その言われたら。でもまあ、全然使えるのは使えるし、てかこれ試合用でいけるよ、ね、うん、てかね、これね、他の動画あれ上げたいよね、このあ、ビニールハグ動画これね、上げました。なんでなんっていう話ぐらい、びっしゃりきとってこれ新品の時、ね、どこからビニール入れていくのっていうぐらい全部ビシャーなって、あらと思って、ね、結局こういうのとかちょっとね、そこらもう勝手に、ね、勝手に剥がれるというか、まあ、剥がってるだけというか、突破口は必ずどこかしらこれもここでいけたりとかあるんですけど、これも全くないもん、ビシャリやったね、えっていう、じゃあどこから行くってなった時に、最悪傷ついてもまあそんなに問題ないかもしれないっていう、ここから行きましたね、ここなんとかこうトゥルトゥルトゥルってやりながらちょっと穴、ね、ビニール入ってちょうど角のところをこうちょっとこう、ね、やるっていうでは、まあ、その動画もあの上げてるので YouTube で見てもらったらいいんですけど、これフィット感も締め付けがめちゃめちゃ強いわけではない、ただちゃんと指を、うん、指に沿って、うん、あのタイトにフィットしてるんで、めっちゃいい、まあ、めっちゃいいとしか言ってないけど、いやだからミドルの、まあ、まあフィックスフィットついてないからミドルなのかぐらいな、うんうん、やっぱフィックスフィットないとちょっとね、やっぱ、うん、あのもうフィックスフィットに慣れてしまっている私たちでいうとちょっとやっぱ不安な部分というか、なんかずれた感はあるけど、うん、全然いいよね、いや全然いい、9500円、1万円以下、うん、全然いい。これサイズが5から、5か、あ、そう、初めて、あれね、初めて5から10まであります。なんで、ジュニア世代、もうちょっと使ってほしいなっていうのもあるので、5から入れることになりました。うん。で、まあ、これ、あの、取り外し式のバンドもいけるんで、ここがちょっと不安な人が。これと、腕そんな太くないけど、全然ジャストなんで。これ、ちょっと広がる、あ、広げやすいね、確かにここの黒の生地の部分が柔らかいんで、うん、自由にね、うん、うん、いいんじゃないですか、これいいね、これもう早めにあの皆さん貼り行った方がいいですよ、なくなります、確かに、これ多分作んないでしょ、これで終わりでしょ、また前のレプリカの同じ、前回ねバイオニクスレプリカっていうミドルモデルが同じような感じあったんですけど、あれ10月ぐらいにも完売したもんね、で 再入荷しようと思って本社に連絡したら、もう作んないよないよと言われて、いいみたいな、多分その流れになるよね、多分かな、これだって勘弁してほしいよね、それ、これいや、これ絶対いいと思う、うん、練習試合用ぐらいの手続きかもしれない、ああね、つけ取ったら汗ばんできたら、ちょっと貼ってるやつしかね、まあ、ストラップレスで宿命というか、うん、いいねこれ、これ多分、ね、またいいですよ、うん、カラフルな本当、あのキーパーって黄色でユニフォームとかちょっとそうあったりするし、女性も多分好きだろうし、いいと思います、まああのこの価格は実はね、抑えてますよね、そうですね、ちょっとご奉仕価格というか利益はまあ少ないんですけど、やっぱまあ練習用としてというかもあるし、 RG というものを試してみたい、ただちょっと1万7000円とか高いなっていう方もちょっと、まあそうですね、取り入れやすいようにっていう、多分これ1万2000円が適正価格かなっていう、1万3000円ぐらいかなっていうとこですけど、まあちょっとね価格設定はちょっとぜひやらせてもらったんで、これね、ちょっとつけてみたら分かるっていうのがね、いや、そう、なんかない感じですね、まあ、あのという感じで、はい、全部一通りやっていきましたが、あと1個来てないですね
あでも砦はね、またあの9月10月で来た時にまた動画アップさせていただきたいと思うんでね。あとはまあなんかこの動画だけじゃわからないとかそういうこといっぱいあると思うので、全然あの SNS、Twitter、Instagram で DM 等いただければお答えさせていただきますので。デザインもかっこよくなったね。いやなんか毎年。毎年これいいね、次回大丈夫って思うけど、うん、毎年ね、いい感じで上がってきて、なんかありがたいよね、スペックもどんどん上がっていくし。次回とか、SNS とか。あ、そうですね、カタログの裏に書いてますし、まあ、カタログもらってる人はみんな知ってる。そうですね、そうですね。これ、砦を映るようにしちゃダメな。いや、マジで、砦はね、もう本当に出しちゃいけないんですよ、マジで怒られる、ダメのに。いや、これ、ないよね、多分。あ、でも、イメージこれに近いな。あ、もちろん砦のね、ほんと、配置とかちょっと一緒、ね、ちょっと楽しみに、こうご期待ということで、はい、はい。ちなみに、よく聞かれる質問があるんですけど、おすすめどれですかって。困る。おすすめどれですかって言われた時、どれって言う？これ好みになってくるよね。え、じゃあ今回の中で一番どれが好き？今好きか好きね。そのもうおすすめってなったらそれはもうね、それは赤となるかもしれんけど、じゃあ自分が好きなやつどれ選ぶっつったらどれ選ぶ？2つ選ぶ。前回も2つ選んだろう。あ、チーマね。だからまあ言うたらストラップレスの、うん、は僕はこれがやっぱ一番来てるかな、そうだよ。で、ストラップありはツアーですね。ですね。やっぱね、いやなんかね、言い方悪いよ。言い方悪いけど、ちょっと飽きた。当たり前すぎて。そう、もうちょっといいんだけどね。当たり前にありすぎて。そう、もうずっといるし。あ、砂川からずっといる、うん。これはもう最初からね。え、そうだよ。最初からも。ここだけや。ここだけ。もうここだけ。いや、いいよ。いいんやけど。ね、いいんやけど、ちょい変わるし、それはそれでまたいいっちゃけど。うん、でもまあ、でもこうストラップレスが流行り出して、うん、ストラップレスが流行り出して、うん、まあ、世間的にもね、うん。で、いろいろまあ当然つけたりしたことはあるけど、うん、他のもこうね、うん。でもやっぱり今一番、こいつは。G もね。うん。確かにフィット感いいよね。フィット感もいいし、このなんていうのかな、中縫いじゃないところが逆に僕は当たるのが嫌って、そうちょっと ね、そう、うんうんうん、いいかなと、こう接地面も広いしって話もさせてもらうと思うんですよね。ちょっとまあ色的にも僕の好きな黒オレンジカラー、うんうんうん、でまあやっぱあと度肝抜かれた感じがツアーです。これはやっぱり今そうかな。いやまあもちろんね、初めて RG を使いたいっていう人は多分もう無難です、絶対。そうなんかね。そう、絶対です。つなが系はブラックか、まあレッドもあるし、ロソもあるし、好みでいいかなとは思うけど、まあちょっともう僕ベテランですみたいな、RG ベテランですみたいな感じの人は、やるか、ぜひね、僕は言ってもらってもいいかなっていう。なるほど。感じかな。ちょっとね、そう言われるとこの後いい肉やっぱね、私が好きなのはやっぱ砂がブラック。いや、そうやっぱもう渋い。普通はね、これ渋い。で、ちょっとやっぱ被ってしまうけど、俺これやね、スナニス。やっぱりスナニス、多分俺、このハイブリッドロールが好きなんですね、多分、おそらく。あと黒色が好きなんでしょうね。なるほど、なるほど。はめた感じの安定感も多分好きなんでしょうね。キーパーじゃない大丈夫、大丈夫。ピッチャーですけど、私は好きなんですよ。だからやっぱ見た目もやっぱ結構そのモチベーションに関係してくるというか、やっぱこれいいよねっていう、そのモチベーションのまま、よし行くぜっていう。やっぱりそれあるよね。でもこれも好みやけどね。当然、もう当然アベザンいいっていう人いっぱいおるし、バイオルキスいいっていっぱいおるし、もうアクアも言う必要もないぐらいあるし、侍ももう多いし、侍もプロ。プロ今、
あれでしょ、これ今、この辺散ってるでしょ、うん、この辺とか、ね、散ってます。アクアが当然、大枝高木さんとか、ね、このジュビロの三浦さんもね、アクアで、そうね、今年、うん、いつから今度この朝、もし9日出るんであれば、三浦選手はデビュー、ジュビロ、ジュビロ、ひよかったね。高木さんとつながりもあるし、で、まあ、水野さんがキーパーグローブを優待されるということで、次どうしようっていう時に RG 使ってみたいっていう、で使ったらめっちゃ良くないですかって高木さんと同じなのか。で他のプロの方、ストラップレスが好きな人はやっぱアービルサ、でもやっぱプロはギガグリップをちょっと選びにくい、ピッチが濡れてるので、だ練習はバリバリ使ってそう、ね、もうフィット感好きなんですよっていう。確かに。でやっぱツアーニス、藤間さんってツアーニスって名前が好きなのかもしれんけど、前回のツアーニスからも確かにそうだね。で藤間さんは何種類か大体使う、あツアーニス、アクア、ブラック、はいはい、杉山さんもそう、アビスパ、あのブラック、アクア、ツアーニスとか、あのアービルさんとか修業、ね、さん、今サムライとアクア、うん、あとおったさんなんつった、侍か前あれつけてもらった、スタープレスもつけてね、スタープレスさボロボロのやつ、もともとあの何だっけ、金沢の後藤さんは取り出と取り出やった、取り出がなくなって今回侍侍いいですねって、なるほど。でも来たら分かるね、あ取り出が ね、またね、いや確かに分からない。あと立川さんはアクアだったかな、アクアブラック好き、ツアニフスを入れてたような気がする。加藤さん、北九州の加藤さん、ちょっと今怪我してるけど、アクアブラックも持ってるし、そうだね、アクアブラックかな。ビクトル選手は、あビクトル選手はツアニフスとそうだ、ね、アクア、ツアニフス人気あるんや、今ちょっとずつ散ってきたもんね、ほんとに。小沢さんは、小沢さんツアーニス、ツアーニスとアクアやったかな、ブラックも入っとったな。で何種類か使う人は何種類か使うね。コタ、コタが、あ、じゃあコタじゃない、岐阜の、あ、ね、今いる、ビクトル、違う、どっち、岡さんね、岡さんはアクアや、アクアね、アクアだね、アクア1個、高木さんもアクア1個、はいはいはい、三浦さんは赤い、バルセロの池谷ちゃんはいっぱいアービルさんも使うし、メロディにこれ女子だしね、これでアクアも好きだし、ブラックも好きだし、はいはい、サムライ入ってなかったかな、そんな感じか、だいぶ散ってきたね、やっぱりね、ちょっと誰か言ってなかったら困るよ、金山さんごと金山さんはもう選択肢からこれが完全に最初から外れてるんで、まあ、でアクアやったな、サムライ行ってない、行ってない、でアクアのサイズアップした、ちょっとちっちゃかったけん15になった、そのパターン入んないんすーって、9号が入んないんすーって、ってあれはストイシッチ、ストイシッチいっぱいあった、アーベレサとそれ11号やね、あ11号、そうね、アーベルさんもあったし、スナーバーロッソもあったし、ああなんか全種類あった、アクアとブラックとかいっぱい使える、使えて気にしないタイプ、でかいみたい、でかいからね、でかいから気にしないタイプ11号ね、うん、ま、ない中林さん、中林さんねがアクア、あアクア、ずっとアクアか、ずっとアクアで変えようかなって思うらしいけど、はめたら結局アクアが一番いい、あやっぱアクアっすね、クロスボールもしっかりキャッチしてくるけどね、増えたね、増えた、おかげさまでプロの方もだいぶ増えまして、皆さん今年からね、今年とか最近水谷さんなんかグローブつけておらしい、そう動画とかでたまにね、俺グローブつけねえんだよって、レプリカつけた、レプリカつけあのこれカラフルなやつ好きなんよね、昔あれ、あの迷彩はって言われた、いや迷彩はって言われてるなんか迷彩のね、グローブもあるしね、うん、あのメーカーさんで
本当はね、ブログメーカーも増えたからね。うんうん、増えたね。増えたね。まあでもね、こうやってね、うん、いろいろみんなで切磋琢磨してね、うん、僕も一番キーマンにとってもいいし、そうですね、にとってもいいし。まあちょっとね、脱線しましたけど、こんな感じでいいですかね。またそれぞれの、またちょっとこうアップしたやつ、うん、そうですね、あと概要欄にそれぞれの1個ずつの、まあ、近くで撮った全体像だったりとか、そういう動画もアップしますので、ね、そちらも見ていただきながら、まあお好みのグローブを選んでいただければ、で迷った時にはね、ちょっとお問い合わせいただければ、あ、こういうのがいいんじゃないですかとお伝えすることができると思いますので、ぜひこれからもね、そうですね、グローブよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちょっと長くなりました。今回もはい、ありがとうございました。ありがとうございました。では終わります。